その良さり、亥の子持ち日参らせたり、かかる恩思いのほどなれ、なれば、ことごとしき様にはあらで、こなたばかりにおかしげなるひわり語などばかりをいろいろにて参れるを見たまいて、君、南の方に入れたまいて、これ蜜を召して、この餅、こう数々、所関様にはあらで、明日の暮れに参らせよ。今日は祝いわしきひなりけり。と、うち微笑みてのたもおん景色を、心ときものにて、ふと思いよりぬ、これ蜜、確かにも受けたまわ、確かにも受けたまわらで、下に、愛行の始めは、冷えりしてこそ、冷えりして聞こしめすべきことにこそ、さても、根の子はいくつかつこを祭る、祭らす、病をはべらん。さても根の子はいくつかつこを祭らす、つこを祭らす病をはべらん。と、豆立ちて申せば、蜜が一つにいてもあらんかし、とのたもうに、心へ果てて立ちぬ。物慣れの様や、と君はおぼす。一人も岩で、手ずからというばかり、里にて作りいたりける。ここでまた源氏の地兄弟、これ蜜の活躍が出てくるわけですけれども。で、そういう一日があって、そして、その夜がやってきて、その夜去り、前にも夜去り出てきましたね。いい言葉です。今でも方言として使われてますけれども。夜去りの去りはね、おそらくやってくる、夜が来てというふうな、そういう感じの言葉、言い方でしょうが。その夜去り、亥の子の、亥の子持ち参らせたり、でこの、亥の子持ち、亥の子の餅というのは、旧暦の10月の初めの亥の日、イノシシの日ですね。イノシシの形をした餅を作って、まあ、食べるわけですが。イノシシっていうのは、まあ、犬、もう そういうその縁起に使われますけれども、犬とかあるいはイノシシとかっていうのは子供をたくさん産むわけですね。でことにイノシシの子はウリっ子って言いまして、小さい間はウリのようなこう縦縞模様があってクリクリしているわけです。私のうちなんか郷里は山の中の一軒家ですから、雪が降り積もって、餌があんまりなくなると、イノシシが子供連れでこう向かいの山から降りてくるわけです。こっちから見ていますと、そういう、まあ、その季節になると、まあ、春に生まれたイノシシの子供もだいぶ大きくなってますから、もう売りっ子という感じではないけれども、売りっ子よりももっと大きくなった、でも小さな、親から見ると本当に小さくて可愛いイノシシが周りにうようよとこうまつわりつきながら一家族でやってくるわけです。そういうのは昔の人はよく見ていたでしょうから、ことに、生まれて間もない2、3ヶ月のウリのような模様のあるウリっ子のイノシシの子供なんていうのを見てると、ああいう形の餅を作って、そしてこの10月の亥の日に食べるというのが大変縁起のいいことなんでしょうね。でこの亥の子の餅、子獅子の格好にした餅をおすすめするわけです。その夜亥の子餅参らせたり、亥の子の餅をおすすめ申し上げた。かかる恩思いのほどなれば、
こんなふうな、この場合は、ね、思いのほど、思い、これも前に言いましたね、藻に服している藻のことが思いです。思いのほどは嘆き腰かなというふうな歌がありますけれども、人の藻に服している間はずっとこう心晴れ晴れとしないで嘆きの思いを続けてきたことだというふうなのが、思いのほどは嘆き腰かなということですが、かかる恩思いのほどなるなればこういうまだ葵の上の藻の間のことだからして、源氏の君は妻の葵の上が亡くなって、でその三月の間の藻に服していらっしゃるその間のことだからして、ことごとしき様にはあらで、あまり行々しいような様子ではなくって、この他ばかりにおかしげなるひわり語などばかりをいろいろにて参れるを見たまいて、盛大に亥の子の餅を祝うというふうなことではなくって、こちらの方ばかりに、つまり源氏の君と紫の上のいらっしゃるそっちの方だけに、風情のあるひわり語、あのヒノキの薄く平台板を組み合わせた、そして食物なんかを入れる器ですね、今でもヒノキや杉の取れるところでは特産物として作ってますね。そのひわり語などばかりを、風情のあるひわり語などばかりに、いろいろとマイレルを見たまいて、その亥の子の餅を色とりどりに染め分けて、そしておすすめしたのをご覧になって、で源氏が思いつくわけです。ああ今日はそうか、亥の日で亥の子餅なんだなと。で南の方に入れたまいて、源氏の君はそれをご覧になって、そしてふっと思いつかれて、御殿の南の方に出て行かれて、そしてこれ光をお召しになって、よそに控えていた、まあ近いところに控えていたあの腹心の地兄弟のこれ光をお呼びになって、この餅こう数々に所関様にはあらで、明日の暮れに参らせよ、今日は忌々しきひなりけりと、うち微笑みてのたもおんけしき、この亥の子餅、こんなふうにたくさん行々しくしないで、明日の日の夕方にもう一遍持ってまいれ、今日は忌々しき日なり、今日は不吉な日だ、そううち微笑みてのたまを覆う景色、なんか含み笑いをなさって、そしてそうおっしゃるそのご様子、それを見ていて心ときものにてふと思い寄りぬ、これ光はなかなか敏感なことに、その方面にかけてはなかなか敏感な男でありまして、あそうだとこう思いついた、
これ見つ確かにも受けたまわらで、それ以上も おっしゃることをお聞きしてもいないで、すぐにこんなふうに申し上げた。現に愛行の始めは日減りして聞こしめすべきことにこそ、さても根の子はいくつ都合をまつらす病をはべらん。本当に本当でございます、まことでございます。愛情の始めの持ちというものは、愛情の始めは日減りして聞こしめすべきこと、愛情の始めの持ちは日をお選びになってお召し上がりになるべきことでございます。さてそれにしましても、根の子はつまり亥の日ですから、干支の亥の日が今日であって、そしてその翌日は根の日ですね。干支の上では当然、そして、それは実は光源氏と紫の上とが初めてちぎりを持ったその夜から明日の晩は2番目になるわけ。そうすると御蚊の餅というのを新しく出来上がったその夫婦で食べるのが当時の風習なんですね。しかしそのことをこの若紫はこんなふうに非常に衝撃的に受け取って心を塞いでいるわけで、そして周りの女房たちもそのことにいろいろ心を使っているわけで、あまり仰々しくそういうことを言い立てたりなんかするのはもちろん源氏は恥ずかしく思っている。だからでも御蚊の餅をこの紫の上と一緒に食べるということになれば、また今かたくなにしているその気持ちもいくらかこうほぐれるだろう。自分の新しい体験ってものを和んだ心で受け入れることになるだろうというふうな思いがあるわけですね。しかしそんなの人にこう言うの、表だって言うのがいかにもなんか恥ずかしい気がする。でこれ別にこんなふうにこう言ったわけですね。たちまちこれ別それを察して、そして、あの亥の子を持ってったらそういうふうに言われたわけですから、それじゃあ今度は根の日の餅の根の子の餅というふうに、造語したわけで、ここで根の子の餅はいくつつこを祭るラスボをはべらん。その根の子の餅の方は一体いくつ差し上げますのがよろしゅうございましょうかと、豆出して申せば、真面目腐って申し上げると、蜜が一つにいてもあらんかし。蜜が一つっていうのは三分の一、三分の一もあればいいだろうよ。あの亥の子の餅より行さんなくったってその三分の一ぐらいでいいだろうよとおっしゃるにつけて、心へ果てて立ちぬ。一切をこれ蜜は察して、で十分に心得て立ち去った。物慣れの様やと君はおぼす。あれはいつも察しのいい男だなというふうに源氏の君はお思いになる。他人には言わないで、これ光は
手ずからというばかり里にて作りいたりける。その根の子の餅を自分が自ら手を下す熱心さで自分の里で作っていたことだった。つまり新婚3日目に三日代の餅というのを、正しい言い方では三日代の餅という、三日目の晩夫婦が一緒に食べる餅ですね、新婚夫婦が食べる餅、それを心に持ってこれ光に亥の子の餅を持ってきた、それを見せて、こんなに行さんあってもしょうがない、明日の晩もっと少しでいいから持ってこいと言ったわけですね。で、その糸をこれ光が刺して、そして、分かりました、根の子の餅でございますねと言って、3日目は根の日ですから、つまりこの亥の日がその翌日だったわけですから、2日目ですから、根の日が3日目になるわけですから、根の日の根の子の餅でございますねとこうもじったわけですね、亥の子の餅を。そして実はそれは三日代の餅であるということを分かっているわけで、いかほど持ったら持ってきたらよろしゅうございましょう、あの亥の子餅の3分の1もあればいいよ、はい分かりましたと言って、で早速自分の里へ行って自分自ら調整してきたわけです。つまりここでですね、生き生きとしたこれ光の計らいがあるわけです。